はい、こんにちは、カズボです。ファイナルファンタジー8続きやっていきたいと思います。前回ですけどね、このゲームね、相当癖があること分かったと思うんですけど、このね、まあプレステ版にはない機能があるんですよ。このマークあるじゃないですか、左にパカパカ出てんの。これを押すとね、半分チートになるんですよね。いつでも必殺技打てるし、 HP がいつでも全開するっていうね、とんでもない技なんですけど、まあそんな使わなくてやるんだったらとかね、そういう話もしたんですけど、普通にストーリーを進めると、まあレベル上がったりするんですよね。だから今アーバインとかセルフィーとかリノアとかね、今リノア失敗したなと思って今外れてんですよ、リノアがね。だからそういうキャラでいけばこのレベルの敵が出てくるんですよ。なんだけど、このゲームはジャンクションってものがありまして、こう今ねスコールなんか見たらわかんだけど、アルテマとか持ってるとレベルが低いレベルでもね、力が上がったりとかするゲームなんで、だからレベル42まで上がっててね、今アーバインとか18ですけど、まあスコールまではいかないけど、そこそこ強くなったりするんですよ、これジャンクション次第では。だそれでまあここに来るのが今ね、外に引く手なんですけど、ラグナロク、これがないと来れないんですよね。ここはバラムガーデンとか来れないんですよ。だから今何やるかっていうと、今回ねラグナロク取らないとできないイベントなんですけどね、とりあえずガーディアンホースのレベルを上げたいんですよ。まあここまで来れば上がるからいいかとか思ってね、ちょっとうっかりしてたらやってしまったっていうのもあったんだけどね。だもう一回やればこういう技を使わなくてもいけんね。やりながら思い出してきたって感じが正しいかな、ぶっちゃけ。だから最強の動画かって言ったらそうでもなかったんだけどね、しょうがないそれね。でこのエンカウント半減ってなんだけど、このエンカウント半減の次にエンカウントなしっての覚えるんですよ。ただこのゲームね、これ今またパカパカ出ましたよね。これを押しとくと敵出てこないんですよ。だけどそれと違う感じでエンカウントなしってやると、なしってやっても特殊なモンスターが出てくるんですよね。でその特殊なモンスターのイベントをやろうと思います。だからこれを覚えなくちゃないんだけど、じゃあどこで覚えるのって話なんですよ。それとあとこのアレクサンダーのこの薬の知識を覚えないと出てこないものなんですよね。それを覚えて、万能薬書いて作れるってじゃないですか、前テストで。それを作ればまあ取れるかな。うん、だから要はね、まあそんな話なんだけど、ここサボテンダーいたじゃないですか。なんだけどサボテンダーもいるんですよ、これ。だからやべえ、間違えたちょっと待って、言ってるそばから失敗してるし。だからね、経験値ないんだけど、これ20アビリティポイントもらえるんですよ、ここね。だから全部もう上げちゃえばいいかなっていうのもあるんですよね。何、ジャンクション外れてんだこれ。魔法、待って、魔法入れ替えてないこれ。アーバインが持ってんのか、なんかおかしいと思った。ここがね、ちょっとアイテムにしようかな、キスティスはね。まあなんでかもちょっと説明します。今のうちやっとかないと、レベル上がっちゃったら大変な目に遭うから、あんま上げたくないんで本当に。何回も言うけど、これ以上、このゲームね、100までレベルあるんですけど、100まで上げたら敵のレベル100になりますからね。だからそういうことね。これライブラで見てなかったね、これね。今そこそこいいレベルになってると思うけど、敵もね、28か。砂漠をすごいスピードで走る謎のサボテン、とても素早い動きで攻撃を避ける。また、ひさささのハリセンボンは必ずダメージが1000になる技である。ね、抜け出したね。逃げ出してももらえねえよな。だからちょっとここで稼ぎますね、稼ぎ作業。それと特定の島行かないと出てこないとかいるんで、いいかこれで。ちょっと卑怯だけどね。経験値もそんなもらえないんで、確かこいつね13とかしかもらえないから、アビリティポイント稼ぐのにすごいの。だからアビリティポイントしかもらえない場所あったじゃないですか、そこで上げてもよかったんだけど、別にここでもいいので60とかもらえるからね。だから全部もう上げちゃっていいかも。エンカウント半減今覚えたじゃないですか。エンカウントなしで出てくるやつがいいんですよ。そいつにアイテムを渡さないと進めないってとんでもないイベントあるんで、そんな初見でわかるかって話なんですよね。自分初めてやった時見事に逃してましたんで。何回やったっけな、相当昔やった時ね、完璧にするの相当時間かかったんだけど、それでも完璧に至らなかったんだよ。絶対このゲーム一回逃げなくちゃ先進めないし、最初の機会のとこ。でもそこからもう数十年経ってるから本気で忘れてる部分はあるんだよ。
いいですよこれ。だいぶ強くなるよ。アビリティかける4とかつけといてもいいかな。ちょっと味方をレベル上げないようにして強くしますね。そうじゃないと無理。これやってからジャボテンダー倒せばよかったんだけどね、ぶっちゃけね。まあそこまで、今薬の知識覚えたじゃないですか、それね。あの、アビリティで、回復薬、アイテム、道具生成かな。あれ、元先だったっけ。待って、薬の、待って。ガーディアンホースで、ちょっと自分を思い出しながらやってるってのがあるんですけどね。あ、薬レベルアップだ。これつけないとダメ。これを、これで万能薬解ができるんだ。それがないと取れないやつとかいるからね。恐ろしいんだ、このゲーム。マジで。まあ、これでアビリティ上げとけば、いけなくなかったんかな、ジャプテンダーね。お、ジェットエンジン。速さ20。こんなんとか手に入るからね。あ、結構早いね。まあちょっとこの裏技っていうか、裏技だな、これ。チートみたいなの使ってるけどさ。だからリマスター版やったっていうのもあるんだけどね。通常でやってたらこれスピードとかさ、あ、普通なんだよね。もうたまんないよ。こんなサクサク配信できませんからね。かといって自分これがさ、ものすごい、なんだろう、別にこれで食っていけるってぐらい再生しないじゃないですか、別に自分の。まあ、それでやってるわけじゃないですけどね、自分はね。だからあんま時間使いたくないかなっていうのもあるし。いろんなゲーム遊びたいっていうのが正直なところなんですよね、自分。覚えただろうさ、その薬の知識。あ、違う、薬じゃねえや。薬レベルアップ。さ、覚えたな。これで、これを説明したかった。薬レベルアップ。これだ。これで、万能薬を、万能薬書いて作れるんですよ。ね。定員の薬とかも作れるし、ポーションもポーション書いてできるし、まあ作っといた方がいいね、こういうのはね。エクスポーションにできたりとかね。メガポーションにできるし、メガフェニックスにできるんですよ。ただあんま落ちたくないっていうのもあるからね。よし。10個でエリクサー作れる。だから、万能薬を買いまくってね、作ってエリクサーをいっぱい作ればいいって、エリクサーが必要なんですよ。まずね。まずこのエリクサー作り方分かりましたよね。あとはアビリティかける4ってなったな。そう、今も使っちゃっていいかな。あ、ロゼッタしか、これなー、やだなー。あ、まあ、1個しかないの使いたくないんだよな。いいか、別に。これってこういうのさ、アイテムとか気にしない人だったら、まあいいかもしれないけどね、自分結構気にするからな。いいか、これで。ね、やっぱ8はね、自分配信する前から思ってたけど、絶対ミスんなと思ったんですよ。ましてや、時間経ってっからさ、何しようとしたっけ、自分。待って、カードクイーンもね、なかなかめんどくさいんだ、あれ。なかなか道路行ってくんないし、道路行ったり来たりしないとイベント進まないのにね、何パーセントの確率でしか行かないからね、ちょっと後回し。まず多分クリアしちゃいそうだね、あれはね。まあ、カードの取り方はもう分かったと思うんで、まあ、ランダムハント廃れたりとかいろいろあるんですけどね。それで、とりあえずバラムかどっかに売ってたな。万能薬買ってエリクサー作りますね。それでエンカウントなしをまずやんなくちゃいけないんですよね。バラムで売ってたよな、多分。ちょっと敵出ないようにしよう。こっちか。読み上げも扱っていますよ、だけど、この万能薬なんだけど、もうお金すごいやからさ、100個になるじゃないですか、これでね。で、万能薬貝を作るんですけど、今、牛番所なし。18個作るんでしょ。そして、これが、まあ、エリクサー5個になったじゃないですか。それでこれを繰り返してればエリクサー量産できるんですよ。とりあえず金があればね。だからもう全部マックスに買っちゃってもいいかもね。まあ、とりあえずこんだけあれば大丈夫なんですけど。なのでいいか。で、まあお金が欲しかったらまだシードの試験を受けてね、また2回受ければ A になるけど、まあいいや、とりあえずは。
いやでも金入ってくるからこのゲーム。これでエリクサーを今キスティスが使える。ここに失敗したらダメなんだけど、アビリティでね。おそっか、いろいろついてるのか。アビリティでキスティスだけあのアイテムにしたじゃないですか自分。これもちょっと理由ありましてね、ここからちょっと忘れたから、ちょっとさすがにここは見ないと思い出せない。どこにいたか忘れた。あのそこのあのモルボルがね、そうだね、めんどくせえんだよ。だからモルボルが出てくるのかそいつが出てくるかって話なんだけど、ちょっとしたね小ネタがあって、もう何言ってんだろうって話なんだけど、全部ね今の話してることつなげていきますんで。今回のパートでこのオカルトファンってあったじゃないですか。だからこのねあのモンスターが引かれたってのもあるし、だからそれに必要なんがモルボルだったりするわけよ、ね、でこの飛行機モンスター空飛ぶ謎の物体っていうのがあるんだけど、この一番下にさ、一番下の2行目の下から2行目、謎の飛行物体はモルボルが大発生すると現れる。冬から何かいる、冬から何かであろう。だからモルボルってのがねいるんだけど、そいつも戦うんだけど、そいつレベル100まで上げたら次元超えた強さになるんで HP14 万超えとかしますんで確か。でいきなり臭い息吐かれてね、何もできなくて全滅とかありえるんで、だから今のうちやりたかったってのもあるんですよね。そう、そこに出てくるんだけど、いろんな島なんですよ。まあ1個は知ってんだけどね。これかな、この島が何個かあるんですよ。あった、天国に一番近い島って書いてんじゃないですかこれ隠しポイントって見つけられるようになってる今。ああ、あんのか。もう変わったんで、できた。ちょっと待った。分通り気前がブレイン、ちょっと初めての編みましょう。6万。4つの頭を持つモンスター、それぞれが魔法物理、ステータス、そしてキマイラブレインのオリジナル技であるアクアブレスを使っていく。もうだんだん HP とかアホになってきてる。HP 減らないでしょ。まあ、本当は普通に攻略したいけどね。ちょっと、まあ、なんだろう、稼ぎ作業的なもんだから、ちょっと今回。あ、2も上がんだ。やっぱりエンカウントなしの方がいいな。ちょっとやっぱりやり直そう。ダメだ、あんま上げすぎてよくねえわ。ですね、今ガーディアンホースでこれがあのエンカウントなしっていうのを覚えたんですよ。それでジャンクションでまあ力いらないか。あれってついてんのかな、誰についてんだディアボロス今。ゼルか、あ、そう、ゼルについてんだ。ゼルにエンカウントなしとりあえずつけるじゃないですか。それでキスティスが今アイテムなんだけど、まあこれもちょっとねありまして、今ちょっと分かんなくて調べたんですよ。まあ分かんなくてっていうか場所どこだったっけなと思って、それでエンカウントなしで出てくるのがいるんだけど、ここら辺じゃなかった。あ、ここら辺に出てくる。まず1個ね。今、エンカウントなしだから敵出てくるはずがないんですよ、まずね。なんだけど出てくるんですよ。ここそうだよな。ウィンヒューだよな。敵が出てくるわけがないんだけど、出てくるんだよね。リンパ、あ、出た。なんかおかしないんじゃないですか。これでまず一箇所ね。これを世界各地で見なくちゃいけなくて、ここで出るのがガルバディア。ウィンヒル周辺つってた書いてあったの確か。まず1個ね、ちょっと間違えたら嫌だから別のとこセーブしとくけどさあとはあとどこだっけ、なんか今ちょっと調べたんだけど地図上で、ここら辺かな。全部覚えてねえし、こんなの。あ、出た、出るとき速攻出んな、これなんか連れて行ってんね。
ここなんだった今。出るとき出んな。ヒアデス半島。あ、ここもそうだね。今セーブしたっけ自分今。マンデービーチって言われたってどこだよと思うけどね。ここか。今ちょっと地図見たらここにいるらしい。あ、出た。はい。出るとこってすげえ出んだな。ピラミッド運んでる。いや、ピラミッドなんてあったんだ。あと一箇所見つけて、それでエリクサー渡せばいいんだよ。そうしたらもらえるものがあると。ね。っていう話、話っていうか、そういう話でもねえんだけど。で、バラムガーデンのとこに行けばいいのかな。ここだよな。どう考えても。あ、出た。砂浜に出んだ。なんか運んでる。お、モアイ像運んでる。で、今4回これ目撃したじゃないですか。これで OK です。で、エンカウントなしついてましたよね。エンカウントなしって、まあ別に敵出てこなくてレベル上がんなくても済むんだけど、敵からね、ドローしなかったらいけないとかね、いろいろあっかんね、これ。え？ちょっと待ってよ。で、チョコボの聖域に行ったじゃないですか。そこに行けばいいんだって。ここ？行けんの？降りれんの？降りれんだ。あ、出た出た出た。ここでようやく戦えるらしい。ね。らしいっていうか、前やったんだけどな。あんま覚えてねえよ。で、まあ、ライブラリーか。あれ？なんでゼロこんな少ねえの？見せないなくて、宇宙から飛来した謎の飛行物体、その正体一切不明。42か。じゃあゼルで分取った方がいいかな。これは倒していいんだ。じゃあこうぶっ壊れて、これは自分最後まで本当に分かんなかった。やっぱこれ全クリ後とかでもできっかね。全クリ後っていうか、あ、なんだろう、先に全クリして後でなんかやり逃しないかなーって調べた時もね。あ、こんなのあるんだ、みたいなさ。今、言ったじゃないですか、これ。これで、ぶっ壊れて、これでバラム行けばいいのか。さすがに場所これ、何十年も覚えてられます自分は忘れた。悪いけど、そこまで記憶力ないです。あ、出た出た。これで、またこよこよが出てくるんで、こよこよって言うんですよ、これ。ね。はるか海の星の海を越えて、この星にやってきた異星人。完璧隠しだよね、これ。乗ってきた UFO を何者かが破壊されてしまい、非常に困っている。ごめんね。壊したの我々で。エリクサーちょうだいって言うんで、で、このエリクサー交換したじゃないですか、自分。それを渡す。もっとちょうだい？だからエリクサー自分必要ですよ、つったの。ありがとう。はい、宇宙人は自殺した。こよこよのカード。このこよこよのカードが今のエリクサー5個やんないともらえないです。倒すとね、アイテムもらえるんだけど、レアなものだけど、それは普通に手に入る。結構難しいけど手に入るっていうね。
ぽよぽよカード、こんなんね、わかるかって話だよね。一箇所だけ A なんだこれ、すげえな。はい、ということでぽよぽよはこれでやったよね。イベント終了したね。あとちょっと完全に忘れてるイベントがあるんだけど、ちょっと見ながらやるわ。マジで忘れてる自分。ここら辺は本当に覚えてない。ぽよぽよは覚えてんだけど、ね、エンカウントなしも外しちゃっていいよね。あとはまたゼルとかも鍛えればいいけどね。とりあえず9999にはなるからね、レベル上げればね。いやでも。よかった。さっき調べて勘違いしてたわ。ここのさ、天国に一番近い島出てくるんじゃなかった。ここは、レベル100の敵が固定なんだって。調べたら。ここ、すごい頭あって、こよここだったっけなと思ったら違ったわ。それでここな、あ、やべ。落ちる。まあまあ戦い。だからレベル上がったんだ。なんでこんな上がるんだろうと思ってさ。まあ今回さ、完璧に忘れてしまってた場所なんだけど、ほら。オーラ4個とかさ。ドローポイントがすげえあるんだよ、ここ。ボタン押してると見えないじゃん。ちょっといいでしょ。あれでもあんだ。イデアに持っていかれたからさ。ボタン連打しながら行けば、ちょっと待って、飛行機じゃない、稼ぎ作業できる、ここでね。あと天国に一番近い島と、そうだそうだそうだ、ここそうだ。だから敵がさ、半端じゃない出てくるじゃん、いろんなの。時間経ったらこっち行けばいいんだ。だからアルテマとかあんなとこ取りに行かなくていいんだよ。どっかどうだっけなと思ってさ、ラストダンジョンかなと思ったけど。で、ここも、ここだよな、多分。地獄に一番近い島ってのもあって、ここも似たような感じだから。ね。いいっしょ。で、ある程度とって満タンになったら、違うキャラにね、渡しゃいいんだ。すげえ強くなるからね。さ、これがあんだ。だからレベル上げなくて済んだ。そうだ、自分すっかり忘れた、これ。完璧忘れてましたね。なんかあったなと思って。こんなのわかんねえじゃん。普通は分かんねえね。分かったら普通じゃねえってことは、まあ普通じゃない、天才とかさ、そういう域いっちゃうけど、自分天才でもないからね、凡人だから、ね、ただのゲーム好きな凡人が配信してるだけなんですけどね。だってボタン連打しながら歩く人っていっかね。やっぱ端の方に結構あるんだな。あんなとこでわざわざ5000も金出さなくていいんだよ。そうなってくるとね。すげえな、ここ結構な速さで復活してる、もしかして。とりあえずこうやってれば強くなる。多分今相当上がってると思うよ。ほら、ゼロなんか HP 上がってるじゃん。
あとはもう上げ切ってボーナスとかいらねえなって時に、あの何パーセントアップとかさ、そんなんつけとけばいいんかな。ただこのアレイズとかすごい全開で生き返ったりするじゃないですか。優秀なんだけど使うとね最大が減っていくっていうとんでもないゲームだからね、これ。でまた今度こっちのさ天国に一番近い島。あとねイベント、まあこんなもんか。とりあえずこよこよイベントだね。こよこよとかね、まあ島でドローしましょうみたいな感じのパートだね。次回まですげえ強くなってんだけど、まだやるとこあんで、まだガーディアンホースあと何個ある。待って、なんだこれ。そうだ、モルボルって言ってたじゃん自分ね。そこと、あと2箇所、ここもとんでもねえなけどね。今回ここまでにしようか。ちょっと裏作業やっときますね。ただこれ取るのをずっと裏でやってるだけであって、今の見てるだけね。ではまあ参考になったでしょうか。とりあえずね、自分も申し訳ないけど覚えてなかったんで、ちょっと攻略を見ながらやってました、ここはね。でなるべくストーリーについては自分話さないようにしますんで、まあ、一度ね攻略してるから中身はしてるんですけど、まあ知らない方も見てるでしょうしね。FF8 自分の動画見てね、まあ、やりたくなってやってる方もいると思いますんで、まあ、こういうね細かいポイントを押さえておくと後々攻略に便利になってくるかなってこともあるんでね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。